級のみんな、俺はウルトラマン Z、 あのウルトラマンゼロの弟子をやらせてもらってるんだ。この時間は俺とゼロ師匠が出会った頃のお話をお届けするぜ。ウルトラレアな裏話なんかも聞けちゃうかもしれないぜ。ところで Z、 はい、怪獣にもいい怪獣と悪い怪獣がいるって知ってるか？またまた、からかってもダメですよ師匠。いや本当だよ。っていうかマジで知らないのか？だって師匠、怪獣ってめちゃくちゃ凶暴で訳も分からず襲ってくるじゃないですか。悪いでしょう、どう考えても。世の中広いんだ、そんな怪獣ばっかじゃねえ。中には俺たちウルトラ戦士の仲間として戦ってくれるやつらもいるんだぜ。マジっすか？おう、俺の親父のウルトラセブンが使ってたカプセル怪獣なんかがメジャーどころだな。おお、師匠の父上。しょうがねえ、じゃあちょこっと教えてやるか。ありがとうございます。まずはアギラ、 M78 星雲アニマル星に住む怪獣で、高い知能と俊敏な動きを駆使して戦うんだ。アギラと。そして次はミクラス、 M78 星雲バッファロー星出身の怪獣だ。500万馬力の怪力が武器だ。なるほど、ミクラスね。そして M78 星雲メタル星からやってきたウィンダム、なんかロボットみたいなやつですね。そう、金属質な表皮や頭から発射するレーザー光線などを見ると確かにロボットっぽいんだが、れっきとした生命体なんだぜ。はあ、こんな生き物がいるとは。確かに宇宙は広いっすね。だろ？他にも俺の師匠と共に戦ったやつもいるんだ。ゼロ師匠の師匠？そりゃ大師匠じゃないですか。俺の師匠ウルトラマンレオが怪獣ボールを使って呼び出すのがセブンガーだ。なんか変な顔っすね。見た目はともかく結構高い戦闘力を持ってるんだぜ、このセブンガーは。へえ、そうなんですか。ただ1分しか戦えないのが難点なんだ。うまくいかないもんっすね。どうだ、一口に怪獣って言ってもいろんなやつがいるだろ。そうっすね、ゼロ師匠の父親や師匠が怪獣と一緒に戦ってたなんてウルトラびっくりです。俺もいつかそんな奴らと一緒に戦ってみたい。ま、縁があればそのうち出会えるだろう。さて、なかなか喋っちまったな、帰ろうぜ。はい、なんかこう今回は師匠と弟子っぽかったですね。いろいろ教えてもらえたし。調子に乗んな、2万年早い。アラスカで謎の石器が発見された。同時に冷凍怪獣ペギラも出現。ウィンダムが氷漬けに。もしかするとあの石器に何か秘密が。って一体お前は何者だ。次回「ウルトラマン Z ファーストジャグリング」ウルトラヒエルゼ。チャンネル登録まだしてないって？そいつはいけない。ウルトラ急いで登録だ。